8時台ですね。車中生活だと朝になると人の声とか、あとはこうやって雨の音でね、雨が覚めるので、まあ、良くも悪くも寝すぎることはないと、ある意味健康かもしれません。今日は1日雨みたいなので、車内でパソコンワークにする日にしたいと思います。朝ごはん食べていきましょう。昨日ね、マスヤで買ったこちらのチキン南蛮パンと、あとね、今こちらの道の駅で買ったカットサラダ、旬の野菜を使ったカットサラダで、道の駅中札内と書いてますね。ここね、豚丼とかあと鶏天丼とかね、全部ワンコインぐらいで売っていて、であと卵の自動販売機っていう珍しいコーナーもありました。で、中にレストランとかもあるので、まあ、食べるものは結構困らない道の駅かなと思います。それとね、こちら十勝のねドリップコーヒーもあったので、合わせてね、ちょっともう寒いので、コーヒーもいただきたいと思います。外がね、土砂降りで全く車に引きこもってたら現地にいる意味はないんじゃないかと少し感じることもあるんですけど、まあ、こうやってね、現地のご当地ご飯を食べることによって、あ、十勝いるなと感じることもできます。開けた感じに車内にコーヒーの香りが漂う、これがね、ドリップコーヒーのいいところですね。食べてきました。いや、ピザがね、いや、チーズが美味しいですね、やっぱり。すごい北海道を感じました。で、天気予報がね、もう丸々外れて、もうかなり晴れてきてますんで、せっかくならね、ちょっとこの近くの観光スポット寄って、今日はね、また道の駅巡ろうと思います。丸山展望台という山の上の展望台へ行こうと思います。せっかくね、晴れてきて天気もいいので、かなりいい景色が期待できるのではないかと思い立ってきてしまいました。口コミにも書いてあったんですけど、
確かにこれ道幅かなり狭いですね。こういう冒険系をねしたい方はやはりこういう時は軽キャンピングカーで良かったって本当に思いますね。絶対すれ違えないです。いや、この十勝のね自然が一望できるという、まあ、そんなスポットらしいので、いや楽しみですね。あ、まさかのすれ違い。雰囲気はいいですね。ちょうど日が出てきて、いやいいですね。こちらも幸福駅と同じようにですね、かつてあった駅がそのまま残っているようです。お、すげえ、そのまんま残ってる。ここを開けるには鍵が必要なようだ。ナウマン像の化石が発掘された場所として有名だそうです。ナウマン像のね博物館もあるそうで、今日はね休館なんで、また明日行こうかなと思います。こちらの道の駅ですね、道の駅があってすぐ隣にホテルと、そして入浴施設もあるそうなので、明日もね朝5時から入れるみたいなんで、朝お風呂入って博物館行って出発したいと思います。今日の車中飯作っていこうと思います。道の駅で購入したものです。これフライパンで温めるだけでもいけるそうなので、まあ、車内でも作れると思って買ってみました。最初にねご飯湯煎でこれ温めて、でこれはね温めてる間にホットサンドメーカーでハンバーグとポテト作っていこうと思います。車内でねガスコンロ使うときはですね換気もしっかりします。窓2箇所と、あとポップアップもね開いてますんで換気は十分です。でこのね15分湯煎で14分なんですけど、放置しておいても、まあ、大体問題ないので大丈夫です。料理はいつも夜ご飯はね特に何を食べるか決めないで、行った場所行った場所のその土地土地でこうしてね海苔で
何か道の駅で買って作るっていうのもね、なんか地域の楽しみ方、それぞれの食べ物があって、これがねキャンピングカー生活の面白いとこかなと思います。意外とね、こうやってカメラの裏側では失敗してます、たくさん。もともとそんな調理がね、得意なわけではないんで、安全だけには気をつけて。こうやって火消しスプレーも用意してますんでね、下手な人は下手なりに備えられることを備えましょう。蒸し焼きしてる間にですね、先にポテトいただきたいと思います。いただきます。甘っ。ポテトっていうかもう、じゃがいもそのもの、初めて食べたかも、こんな甘いというか。ハンバーグとフライドポテト、小学生に戻った気分です。トカチ牛ハンバーグいただきます。何の味付けもしないでもそのまんまで美味しいですね。今日もね、快晴ですね。太陽の向きは日の出のねアプリがあって、方向がねどっちかっていうのをね一応見てから寝てます。なので太陽がねこっちから出るのは把握していたので、ソーラーパネルそっちにね向けて天井に置いてます。多分寝る前 30% だった残量がもう今起きた時点で 6% 増えてますんで、いや得しました。まあ不労所得ですね。こう寝てる間に電力を作るという、こんな感じで、まあ、虫との戦いっていうのは割とあるので、いや常にねこのアーツジェットを持ち歩くことと、まあ、あとはもう虫になれることですね。構造としてはこれ網戸なんですけど、でこの隙間にね入ってきて、ここね結構こんな感じでもう手でも間作れるぐらい、この隙間からね小さい虫が入ってきちゃうんですよね。福祉の里温泉という、温泉があるの でお風呂がまだ空いてないので、ちょっと車でねあくまで待機しておこうと思います。もう多分押してるとこ全てだと思うんですけど、はい、そのまんまです。無事にオンライン会議終わりました。電波が
もう2本とかしか立っていなくて 0.87Mbps しかないと、かなり遅いですこれ。なのでオンライン会議できるか微妙だったんですけど、実はこれでもね問題なく今行けました。で調べるとスカイプとかも、今870ですけど、まあ、120ぐらいあれば顔写して会話もできるそうなんで、オンライン会議のツール自体がそもそもかなり軽くなっているのが昨今の事情っぽいので、意外と田舎とかでもネットが遅くても会議ができるっていうのは、いやこれは今回いい発見ができました。ではね、お風呂もそろそろ空いたと思うんで、お風呂浴びてから次の目的地へ出発したいと思います。風呂入ってる間に着々と増えてですね、今朝 30% だった残量が今もう 64% ですね。いや本当自然の恵みありがとう。マジか。持ち帰りで終わったら1個だけありますけど。あ、なんですか。持ち帰りでよかった。あ、持ち帰りで、いや、いけます。あ、それでいいっす、もう。ありがとうございます。口コミを見ていたら、なんかもうものすごい高評価だったので、チーズ屋さんが作る本気のピザだそうです。いや、楽しみ。おお。いや、素晴らしい。いやー、すげー、なんか本場って感じですね。いただきます。チーズをそのまま食べてる感じだ。うん。結構きめ細かいとこまで、なんだろうな、何種類かのチーズが入ってるのかな。食感の最後までちゃんとチーズが残ってるっていう感じで。このコーンで食べてくださいと言われました。いけるんですかね。カマンベール味と抹茶味なんですけど、いや、カマンベールって北海道ならではですよね。ああ、滑らかなんだけどシャリシャリ感もある。洗濯と乾燥全部やってくれて、まあ、大体700円ですね。1週間分の着替えで、まあ、夏なのでこの量でいけてるのもあります。今日のね、夜ご飯もマックスバリューで調達してきました。こっからね、今日は2時間ぐらい運転して高速道路のサービスエリアで車中泊したいと思います。では向かいましょう。こちらのパーキングエリアも売店はね、出店的な感じで、多分昼しか空いてません。で、本当にトイレと自販機しかないっていうのが
北海道の高速道路事情です。でこちらはね若干本線からは離れてるんで、まあ、そこまで音も気にならないかなと思います。では、ね、本日はこちらで車中泊させていただきましょう。完全に忘れてました、コインランドリーで洗った洗濯物ですね。こちらにね全て衣類はね収納してるんですけど、洗濯したものをここに直すのがこのキャンピングカー生活で今人生で一番やりたくないことですね。この作業だけは本当に嫌です。ちょっと健康を意識したご飯になってきましたね。いただきます。チキン南蛮サラダ、これでもなんかアメとムチだよな。なんかプラマイゼロっていうかむしろマイナスなんじゃないかっていう。タルタルソースあるし大丈夫か。まあまあ一応サラダってことで、あのダイエットペプシみたいなもんですよ。効果的に、名称の効果的には。ごちそうさまでした。結果ね、昨年は持ってきていなかった毛布をほぼ毎日使ってこれで寝ています。いや夏の北海道は毛布が必要ですね。毎日布団もね、本当に気持ちいい。某馬主さんからいただいたプレゼントなんですけど、3万ぐらいするのかな確か。あの値段をいちいち調べるっていうやらしい人間なんですけど、あの値段が分かった方がよりありがたみを感じるというか、うおーってなるじゃないですか。あ、3万円ってはい、そんな感じで。いやでもちゃんと3万円のぬくもりがあります。本当に肌触り気持ちよくて、なんか熟睡できます。ではまた明日から新しい旅へ出発しましょう。おやすみなさい。